俺にもお団子来た。昼は持ってかないよ。団子来た。団子来た団子。深川の団子。もういいお腹食べちゃった。団子食ってる。もらう昼は。今マックご飯食べて、今マックにやってからさ、よいしょ、串気をつけてねって。昔はね、ハスキー串ごと食ってたら大変だったんだよね。うまい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 うまそう。ママの布団に落とした。ベトベトじゃん、なんだよ。うん、よしよし。昔ね、ハスキーが大変だったね。うちなんかハスキーがまた来たらさ、あれだ、マックが教えるから相当賢くなるね、呼びはね。すごい距離食べてるよ。でも食い意地はそうちゃんが教えたら大変なことになっちゃう。え？はい、終わり。マックは食べるよ。どうすんのこれ、マック君。知らねえって。次こっちだっけ。何これ、何？あんこだけど食べる？何これ。いや、こまぁ、やばな、はいはい、口がでっかいから食してる。これうめえや、これうめえや。なんだ、それもうめえなって。はい、はい、片付けとくか。ガサイスが冷蔵庫の用意とかなきゃいけない。うん、この用意とっちゃ、私がない時に食べれちゃうもん。そうか、はい、おやつの時間でした。はい、お利口さんでした。美味しかったな、美味しかったな。これ安いから、パパって美味しかったな。来ましたか、団子より姉ちゃんのがいいでよって。うん、団子に似てるのもいいね。あ、黒だよ。なんだって。なんだって。あ、うちは見えない。こっち来ない。うちにそっち来た。何に似ちゃって。そうじゃない、良かったんじゃない。うん。2回でもしてくれば。次は割れたね。え？次は割れた。うん。次電車が良かったら、まず奥さん2回目。うん。お腹空いてればいいから。うん。2回なんだけど、1回は取り切れないの。もう量多くて。疲れて疲れた。いいからマックの。お腹さすってる。うん？お腹さすってる。やっぱでかいね。でかすぎて。今いいちゃんがね、上野でユーチューバーが行ったんだって。あいつが違うね。うん。うちも昔大きいの知らないユーチューバーと思ったんだけど、あったけど、比較対象がやっぱ違う。